キンと張り詰めた空気の中で、一人の学生がピアノを奏でている。その繰細な指先から繰り出される音は、一つ一つがとても正確で美しい。しかし、美しくない。演奏が終わるなり、指導を担当する青年講師は、学生の肩をピシャリと指揮棒で叩いた。作曲者の魂をまるで理解していない。もっと楽譜を読み込みなさい。明日までに成果を、と言い残し、青年講師は教室を去って帰路に着く。すでに暗くなった外を眺めながら、残された学生は再びピアノに向かった。僕のピアノの先生は厳しい。少しでも音が揺らいだり、楽譜の読み込みが足りなかったりすると、手にした指揮棒で肩や背中を叩いてくる。ああ、いけない。家に帰ってすぐに眠ってしまったようだ。連日の指導で疲れが溜まっているのだろう。そうでなければこんな悪夢を見るはずがない。しかし、たとえ夢の中とはいえ、こんな醜い者たちが存在するのは許せませんね。世の中は醜いものにあふれている。それは至極当然だ。世の中を構成する人間そのものが醜いのだから。たとえ姿や心が美しくとも、魂まで美しいものはいない。なぜなら、人間は皆、知恵の木の実の原罪を背負っているからだ。人間という存在自体が醜いのだと気づいたとき、私は死にたくなった。どうしてこのようなものに生まれついたのかと絶望した。しかし、そんな私を救ったのも、また人間だった。どうしようもない醜い存在から生み出される美しい芸術。特に音楽は私の心を捉えて離さなかった。私は神に感謝した。この世に音楽を生み出してくれたこと。そして誓った。この音楽に修正を捧げようと。だが悔しいかな。私では究極の音にたどり着けない。美しさを理解するがゆえに、自分にはそれを成し遂げる力がないことを理解してしまったのだ。だから、私は真の美を体現できる者に夢を託す。すべては、美しい音のために。少し厳しすぎやしませんか？あの子、昨日も居残りでしょ？同僚の女性講師は、青年に苦言した。あの子に何の問題があるって言うんです？今の実力で十分に通用しますよ。十分に通用するだけではダメなのです。あれは10年、
いや、100年に1人かもしれない逸材ですよ。それを完璧に仕上げるのが指導する者の使命でしょう。あの才能の尊さを理解できない者に口を出す資格はありません。そう言って青年は同僚を鼻で笑った。同僚は顔を真っ赤にして、心配してやってるのにとセリフを捨ておくと、足早にその場から消え去った。他の先生たちは僕の先生の指導が行き過ぎだと心配しているようだ。まあ確かに熱心すぎるところはあるけれど。あの子の才能は神から与えられたギフトだ。しかしせっかくの才能も理解できないものに預けられては腐ってしまう。だが私は違う。私は真の美を理解するのだ。お前たちのような芸術に群がる醜い虫に決してあの子を渡したりはしない。私はこの手で必ず真の美を作り出す。勝利は美しい。指導に熱を上げすぎているのか、青年は連日悪夢を見ていた。学生を手放せと迫る醜い輩を夢で蹴散らし、青年は今日も指導を行う。もっと激しく感情を込めなさい。音符を愛しなさい。手にした指揮棒がしなる。撃たれた学生は歯を食いしばりながらも鍵盤を叩き続ける。理想の美しさを実現するための指導は、傍から見れば虐待そのものだった。それでも、学生は恍惚と微笑んでいる。あなたはもっと美しく弾ける!青年の言葉は、学生にとっては神の啓示だった。先生と僕は音楽の真の美を求める共犯者だ。この関係性は他の人に理解されることはないだろう。